どうもアスカナです。アスカ毎月28日って何の日だ。かなた、いや28日、いや29日は肉の日やろ。そやね、壊れたんか。いや、スーパー黒沢で特売やってるよな、うん、もう27日はツナの日でツナ缶が特売で、うん、おー、アスカも主婦っぽくなってきたな。いや、主婦って言うな。いや、したら28日は28日、うん、確か卵鶏の日やから。惜しい。え、うん、いや、じゃあ何、え、28日は庭の日。正解。え、マジで、うん、正解。よっしゃ、今回は8月ラスト回ということで、アスカナハウスのお庭でやったこと in 夏休みをお送りいたします。早速ですが、カイドウアスカさん、アスカナサマーメモリーズをお願いします。そんな元気よくお願いしますって言われても。夏休み結構庭で過ごして、なんかあるやろ、なんか楽しかったとか印象に残ってるとかなんかない？ああ、そうやな、まあ、うん、ビニールプールは割と登場したしな。暑い、弱かったからね。そう、まあ、あとは朝顔観察日記は、まあ、今もエブリデイつけてるし。あ、今の本冊目？え、2 2? そう。ええー。まあ、他には流しそばも思い出になったかな。思い出になったんだよな、うん、流しそば、うん、意外とちゃんと流れてきたよね。確かに、うん、あ、そうや、あれ、なんかあの蕎麦をつける汁あったやんか、うん、あれいつもとちょっと違った感じやってんけど、さっぱりしてて美味しかった。さすがアスカ、もう主婦やな、もう主婦やわ。いや、何、もう主婦って呼んでいい、これから。いや、アスカって言って。いや、実はね、ちょっとカボス入れてたんよ。カボス、そう、なんか夏らしかったやろ。カボスやったんか、うん、いや、あれめちゃくちゃ美味しかった。あでーす。チャラ。他あったやろ。他、うん、え、なんやろ。あ、でも屋台ごっことか、あ、なんかめちゃくちゃ、かなたさ、気合入ってたやん、うん、そう、気合めっちゃ入れた。かき氷屋さんよかったやろ。いや、もうよかったし、まあ、ジェラート屋さんも美味しかったね。やっとアスカに褒められた。あとはあれかな。あれ、あ、わかった、あれや。え、わかった。うん、じゃあせーので行く。せーので。あ、オッケー、せーのでいい、うん、いける、いける。いける、うん、せーの、姫姫と線香花火大会。うー、ほら、あったやん。ほらすごいな、まだ線香花火残ってるんや。え、マジで。うん、何本？2本。じゃあ明日にでもやる。うん、今日やる。うん、今日やる。まあ、全然いいけど、うん、いや、でもやっぱりさ、今年もさ、夏の思い出いっぱい作れたよね。うん、ほんまやね、楽しかったこととかいっぱいあったやん。いちごやかなた、夏の陣悔いなしや。なんなんそれ、めっちゃ急にかっこいいこと言うの。かっこやろ。いや、まあ、かっこよくはなかったもんね、うん、え、で、てかさ、うん、かなた、宿題終わった？え、あ、いや、だから、うん、宿題は終わりましたか？うん、やってないね。やってない？うん、いやいや、もうすぐ夏休み終わるで。いや、まだいける、まだいける。だから、あすか、夏休みの締めくくりでちょっと一緒にやれ。もう、めっちゃだるすぎ。だる、いただきました。また見てね。アスカ、何？めちゃくちゃかっこよくチャンネル登録よろしくねって言ってみて。 OK、うん、チャンネル登録よろしく。うん。